こんにちは、ジェンです。今回の動画では各機のチュートリアルの第2弾としてドラッグツールを使ってこちらの可愛いクリオネちゃんを作っていきます。前回の動画ではチューブツールの基礎が身につくチュートリアルも出しているので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。今回のチュートリアルではドラッグツールの使い方を学べるのはもちろんなんですが、透け感だったり特殊な色味の出し方もしっかり学べる内容になっています。すごく初心者の方にも挑戦しやすい内容になっているので、ぜひ一緒に作ってみましょう。はい、ではまず最初に環境設定を確認してみましょう。左上のバーの太陽マークをタップしてください。そしてシェーディングの部分がライトありになっているかっていうところと、環境の部分がこの写真になっているかを確認してください。もしこの写真になっていない場合は、写真をタップするといろんな写真を選ぶことができるので、今回は右の列の上から2番目を選択してください。これで環境設定は以上です。では早速制作していきたいと思います。デフォルトでこういう風に球体が出ていると思うんですけど、今回はクリオネの頭の部分から作ろうかなと思うので、そのままデフォルトの球体を使っていこうと思います。右上の方にこういうサイコロみたいなものが出てると思うんですが、これは視点を確認するものになります。こういう感じですね。こっちがライトになっていると右からの視点で、反対にこういう風にレフトになっていると左からの視点っていう風に、ここで一目でどこから見ているかっていうのが分かりやすくなっています。そして作り込む時にしっかり前からの焦点にしておかないと、後からこんな見た目じゃなかったっていう風になってしまうので、こういう風にずれていた時にフロントっていう部分をタップすると綺麗に正面からの視点になります。ここだけチェックして最初に作り込んでいきましょう。じゃあ早速角の部分を作っていきたいと思います。スパナマークからドラッグツールを選択してください。そしてこういう風に赤いラインが出てくると思うんですが、これがドラッグツールのブラシサイズになってます。そして今顔に対してちょっと大きいかなっていう感じがするので、左のバーの中のこちらのブラシサイズを変更する部分があるので、こちらを少し小さくしていきましょうか。作りたい角の形に合わせてサイズを変えてみてください。そして左のバーの中の対象マークがしっかりチェックが入っているか確認してみてください。オレンジ色になっている場合はしっかり選択されている状態です。じゃあフロントになっていることを確認して、角を生やしたい位置にペン先をグッと置いて、グーッと持ち上げてみてください。そうするとすごい簡単に角が作れましたよね。ただですね、右の視点から見てみると少し前のめりになっているのがわかるかなと思います。なので少しこういう風に位置を正してみたいと思います。全体を動かしたい時なんですが、左のバーの中にあるギズモマークという部分をタップしてください。そうするとこういう風に動かせるツールが出てくるので、今回はこういう風に動かしていきたいと思います。赤いアーチをタップして、こういう風に動かしていくとこの位置に持ってこれます。はい、これでいろんな視点からチェックしておかしな方向になっていないかを確認してください。もし動きを戻したいなとか、一つ手前の動作に戻したい場合は2本の指でタップするとこういう風に戻せます。そして逆に3本の指でタップするとこういう風に先の動作に戻してくれます。何回でも作り直すことはできるので、サクサク作ってみてください。はい、こんな感じでですね、角ができたかなと思います。そして今だとちょっとだけ角を生やしたことで面長になっちゃっているかなっていう感じがするので、少しこっちをふっくらさせてより可愛い見た目に仕上げようかなと思います。そしてギズモツールのこちらの赤い丸をタップして、左右にぐーっと持ち上げるとこういう風に伸ばすことができます。これでちょっとだけ面長が緩和されましたね。こんな感じでギズモツールは丸をぐーっと引っ張っていくと伸ばしながら動かすことができます。逆にこっちの矢印だとサイズは変えずに移動することができます。そしてこういう風に黄緑の四角だったり青い四角があると思うんですが、
これは自由に位置を変えることができるものです。ギズモツールを使いこなすとすごく効率もガンガン上がると思うので、ぜひ活用してみてください。ではフロントの視点にしっかり戻って確認していきます。はい、形はこんな感じで大丈夫そうですかね。じゃあ続いて体の部分を作っていきましょうか。一旦このギズモマークはこちらからタップしてオフにします。体の方も顔と同じように球体から作り込んでいこうかなと思うので追加してみましょうか。左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてください。そして一番左の方にある追加から球をタップしてください。そうするとここに追加されたのがわかるかなと思います。そして今だと顔にかぶっちゃって操作しづらいので、ギズモツールで下に持っていきましょうか。こちらからオンにして、今度は緑の矢印をタップします。すると上下に動かすことができるので、ぐーっと体の位置に移動させてみましょうか。そこまで来たら顔より一回りだけちょっとだけ大きくしたいので、一番外側にある茶色のラインを掴んで外側に引っ張ります。はい、大きすぎないくらいにしたいので、私はちょっとだけ大きくしていました。そして細長い丸にしたいので、今度は緑の丸を掴んでぐーっと外側に引っ張ります。矢印を掴んで体の位置を調整しながら作ってみてください。だいたいこんな感じですかね。はい、だいたいの正面の形が整ったら、しっかりいろんな視点からチェックしてみましょう。そして早速ですね、右の視点から見た時にちょっとお腹が出すぎちゃってるかなっていう感じがしたので、平たく調整してみましょうか。前後のサイズを調整できる青い丸を掴んでぐーっと内側に寄せていきます。そうすると縦の長さはそのままで少し平たくなったのがわかるかなと思います。はい、こんな感じで体のサイズも調整できたら、上の編集バーの中から検証マークをタップして完了です。はい、じゃあ続いてクリオネのお尻の部分作っていきましょうか。クリオネの写真見てみるとわかると思うんですが、お尻の部分が少しクッとしてた方がより可愛さが出るかなと思うので、そこをちょっと再現できるようにしていきたいと思います。一度今のギズモツールを消したいので、左のバーからもう一度タップしてオフにします。そして視点がしっかりフロントになっていることを確認して、スパナマークのドラッグツールから動かしていきたいと思います。こちらのお尻の部分をタップしてぐーっと反らしたい方向にペン先を持っていってください。そして動かした時にちょっとだけ角が気になるなーっていう部分が出てくると思うので、その時はブラシサイズを少しだけ大きくして整えてみてください。本当に粘土を触る感覚で触ってみてください。はい、私はこんな感じで作ってみました。いろんな視点からしっかりチェックしないと、フロントに戻した時とか変な感じになってる場合が結構あるので、しっかりチェックしながら作ってみてください。じゃあ続いて手を作ってみましょうか。手も体と同じように球体から作っていこうと思うので追加してみましょう。左上のバーから四角が3つ並んだアイコンをタップしてください。そして一番左にある追加から球を選択してください。そして手も左右対称になっているので、上の編集バーの中にあるミラーをタップしてください。そうすると左右対称に動かせるようになります。動かす方法としては、左のバーの中のギズモマークをタップしてください。そしてこの矢印を使って手の位置まで持っていきましょう。はい、そして今だとすごくまん丸な形のままなので、細長くなるように調整していきましょう。はい、だいたいこんな感じに腕の太さができたら、そのままギズモツールを使って斜めにして肩に持ってこれるようにします。移動するときはこちらの四角ツールを使って動かしてみてください。はい、だいたいこんな感じですかね。じゃあ次に手の部分に少し動きをつけてみようかなと思います。細かい作業をしていきたいので、一度ギズモツールはオフにしましょうか。上のバーから検証マークをタップして手を一度完了にします。その後にギズモツールをオフにします。ギズモツールはこのスパナマークの中にもありますし、
左のバーの中のギズモツールもどちらでも一緒なので触りやすい方を使ってみてください。はい、じゃあ細かい調整したいのでブラシのサイズも少し小さめに調整します。そして今回の腕の部分なんですけど、少し外羽みたいなイメージになるようにこういう風に動きをつけようかなと思います。はい、だいたいこんな感じですかね。クリオネの写真とか見てもらうとわかると思うんですけど、この辺がすごい天使っぽくて可愛いポイントになると思うので、ぜひお好みの形に作り込んでみてください。はい、だいたい形ができたらですね、アップしてもらうとわかるんですが、すごく今首と腕と体の境目がはっきりしてますよね。この辺をしっかり滑らかにしてつないであげるとよりふっくらして可愛く見えるので、この辺ちょっと滑らかに仕上げていきましょう。仕上げる時の手順としては、左上のバーの中から四角が3つ並んだボタンをタップしてください。そこから全てにチェック入れてください。はい、こういう風に全てのチェックが入ったら、上のバーの中にある結合をタップしてください。これで一つになったのがわかるかなと思います。そしてこのままだとまだ境目は滑らかになってはいません。ここをですね、滑らかにする場合は左下のボクセルを長押しします。そしてだいたい250にしてみましょう。250にしてリメッシュをタップします。そうすると表面のメッシュが細かくなった状態なので滑らかにしやすくなります。その後にスパナマークの中のスムーズをタップしてください。そして全体的になぞっていきたいので、ブラシは大きめにしていきましょう。そして全体的にしっかり滑らかにできるように対称モードでやってみましょうか。はい、全体的にブラシでなぞるとこういう風に境目がつるんとしてより綺麗になりましたよね。ここまでできれば OK です。はい、では一旦体が作成できたので色を塗っていきましょう。色を塗っていく場合は左のバーの中にある下から2番目の丸をタップしてみてください。そうするとここから好きなカラーが選ぶことができます。今回私は白っぽい水色にしてみようかなと思います。はい、ここでですね、粗さを上げてマットなクリオネを作ることもできますし、逆にすごく下げるとすごくツルツルなクリオネにすることもできます。下のメタリックなんですが、こちらは上げれば上げるほど金属みたいな質感になりますし、逆に下げていけば下げていくほど柔らかい質感になるのがわかるかなと思います。カラーだったり質感をいじって自分の好みにできたら、こちらの全てをペイントをタップすると反映させることができます。はい、そしてですね、クリオネの可愛さってあの透け感もありますよね。透け感を設定する場合はこちらの左上のバーの中にある丸をタップしてください。そしてデフォルトだとマテリアルの部分が不透明になっていると思います。こちらを屈折を選択してみましょう。そうするとすごく透明感が出たのがわかるかなと思います。はい、では続いてですね、クリオネの体の中の部分を作っていこうと思います。もう一度球体を追加してみましょう。体や手を追加した時と同じ手順で、左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップします。そして追加から球を選択してください。そして今のままだとちょっと大きいサイズになってしまっているので、ギズモツールを使って一回り小さくしていきましょうか。左のバーの中にあるギズモツールをタップしてください。そして一番外側の茶色い枠を内側に向かって動かします。はい、だいたいこのくらいのサイズにしてみようかなと思います。そしてですね、体の部分にも中心に球体を入れていきたいので、これを複製して作っていこうと思います。この状態で左のバーの中のクローンを選択してください。そしてこの矢印を動かすと、もう一つのオブジェクトが動かすことができます。そして体に合わせて少し大きめにしていきたいと思います。縦も少し伸ばしましょうか。はい、だいたいこんな感じにできたら OK です。形ができたら編集バーの中の検証をタップしてください。そ
そしてもう一度ギズモマークをタップしてオフにして大丈夫です。では中の部分も色をつけてみましょう。中の部分も2つ同時に作り込んでいけるようにですね、結合してみようと思います。左上のバーの四角が3つ並んだアイコンをタップして、体の中に入っている球体を2つともチェック入れていきます。どれが体の部分で内側の球体かわからなくなってしまった場合は、こっちをタップするとそこが紫色に光るので、どこを選択しているかわかる状態になります。なのでわからなくなっちゃった場合はこっちをタップして選択したいメッシュを探してみてください。はい、こんな感じで結合したい中心にある球体2つをチェック入れたら、体と同じように結合マークをタップします。はい、これで1つになりました。この状態でじゃあ早速カラーをつけてみましょう。色を塗りたいときは左のバーの中の下から2番目の丸から好きな色を選んでください。私は今回本物のクリオネと同じように内側からほんのり光るくらいのピンク色にしていこうと思います。はい、こちらもお好きな色を選択できたら、しっかりすべてをペイントを選択して反映するようにしてください。はい、そしてですね、内側の球体がほのかに光っているような見た目にしていきたいので、そこもちょっと手を加えてみましょうか。この内側の球体が選択されている状態で、左上のバーの中の丸をタップしてください。そしてこちらもデフォルトでマテリアルの部分が不透明になっていると思います。さっきは屈折にしたんですが、今回はリザ合成という部分を選択してください。そしたら下の不透明度っていう部分を少し下げていきます。こういうふうに中の不透明度を調整してあげると、少しふわーんと柔らかさが演出できるかなと思います。私は今回 0.242 にしてみます。この辺も全然お好みで調整してみてください。そしてこのままだとちょっと黒ずんだ見た目になってしまっていますよね。そこでこっちのそのまま下の方にある常にライトなしにチェックを入れてみてください。そうするとこんな風にすごく急にクリオネっぽくなりましたよね。この辺の色の付け方が今回の動画のワンポイントにもなっているので、ぜひやってみてください。はい、ここまでできたらかなりクリオネっぽい見た目になったんじゃないでしょうか。で、今だとすごくリアルな感じになっているので、お顔をつけてより可愛く仕上げていこうと思います。簡単に今回は顔を作っていきたいので、目は球体で作ってみましょう。もう一度球体を追加していきます。左上のバーから四角が3つ並んだアイコンをタップしてください。そして追加から球を選択します。そして目も手と同じように左右対称にしていきたいので、編集バーの中のミラーをチェックします。そして全体的にサイズを変えたいので、こちらの左のバーの中にあるギズモツールで動かしていきます。はい、だいたい目の位置が定まったら、編集バーの中から検証を押して完了させます。では目の色もしっかり変えてみましょうか。左のバーの中にある下から2番目の丸をタップしてください。私は今回は黒目にしてみようかなと思います。そして粗さも少し低めにしてつるんとした目にしてみます。はい、こちらも全てをペイントからしっかり目に反映させてください。そして見やすいようにもう一度ギズモマークをタップして表示をオフにします。そしてですね、今ここまで来ると顔の方にこういう黒ずみができてますよね。せっかく可愛くなってきたのに、なんだこれはってなるかもしれないんですけど、大丈夫です。これは今体全体がガラスの質感になっているので、こちらの黒目が反射している状態になっています。この反射の部分も調整できるので、そこをちょっと変更してみましょう。体の部分をタップして、こちらの左上のバーから丸を選択してください。そうするとこちらの屈折という部分があると思います。その屈折率を動かしていくことで、こういう風に黒く反射している部分が調整することができます。こっちを一番左に持っていくと、ちょうど目と重なって反射が気にならなくなるかなと思うので、私は今回グッと左に持っていって 1.0 の状態にしてます。そしてもうちょっとツヤっとさせたいなと思ったので、
上にある反射率をグッと上げてみます。はい、だいたいこんな感じですかね。じゃあお口もつけてみましょうか。お口はチューブツールを使って作ってみましょうか。スパナマークからこちらのチューブを選択してください。そして今左のバーが表示になっていると思います。このままだと書き込むことができないので、こっちをパスに選択してください。そしてスプライン曲線にもチェックを入れてください。こういうふうにオレンジになっている場合は選択されている状態です。口角の一番端を選択して、こういうふうにつなげるように作っていきます。そして中間の白い丸を動かすと、こういうふうに自由に調整することができるので、お好きな口の形にしてみてください。ちなみに白い丸を追加したい場合は線の上をタップすると、こういうふうに簡単に追加することができます。反対に追加しすぎてちょっといらないなっていう場合は、隣の白い丸に近づけると赤色の丸になって、こういうふうに合体させることができます。では白い丸を移動させて好きな形にしてみましょう。そしてですね、作り込んでいるとこういう風に黒い丸になってしまっている場合があると思います。この時って結構角が目立っている状態になっているので、もう一度黒い丸をタップすると曲線に戻すことができます。はい、こんな感じでだいたい作り込めたら緑の丸をタップします。そうするとさっき作った線を元に円柱の形になってくれます。この状態で違和感がないかもう少し調整してみてください。そしてちょっとお口を全体的に小さくしていこうかなと思うので、全体的に動かしたい場合は今までの操作と同じようにギズモツールを使ってみます。そして時々ですね、こういう風にギズモツールが中心に来てくれていない時があります。この場合のリセット方法については、左のバーの中の回転軸をタップしてください。そうするとリセットの項目が出てくるので、中央揃えをタップしてみてください。そうすると綺麗に真正面の位置に戻ったのがわかるかなと思います。この状態でしっかりもう一度こちらの回転軸のところをオフにすると確定することができるので、ここまでできたらそのままお口を調整してみてください。はい、だいたい形が定まったら上の編集バーの検証をタップして完了にします。ではお口も目と同じように色をつけてみましょうか。左のバーの中の下から2番目の丸をタップしてください。私は目と同じマテリアルを使っていこうかなと思うので、この目のカラーのまま全てをペイントにしていこうと思います。そしてもしですね、ここが別のカラーになっていて目と同じ色にしたいなっていう場合は、このカラーチャートの上の方にスポイトマークがあるので、そこをタップしてください。そして目を触るとこういう風に目のマテリアルが綺麗に反映されているので、その後に塗っていきたいお口をタップして、このカラーのマークを開いて全てをペイントにすると、全く同じように目のカラーをお口に塗ることができます。はい、じゃあギズモマークはちょっと邪魔になっているのでオフにしましょうか。同じように左のバーからギズモマークをタップしてください。そしてもし気になる方はでいいんですが、お口の方を見てると少しザラザラしてるのが分かりますかね。メッシュが粗い状態になっているので、ちょっと滑らかにしてみようかなと思います。お口を選択している状態でボクセルを長押ししてください。150くらいに上げてみます。上げたらしっかりリメッシュを押して、今細かくなった状態なのでスパナマークからスムーズを選択してなぞって滑らかにしてみます。はい、こんな感じで滑らかになったら OK です。はい、これで制作は以上になります。そして今のままだとちょっとこういう風に影が入っていますよね。全体的に暗いのでライトをつけてみましょうか。ライトをつける場合は左上のバーの中にあるこちらの太陽マークをタップしてみてください。そしてシェーディングの下にあるライトっていう文字があると思うので、こちらにチェックを入れてください。そうするとライトを追加という項目が出るので、そこをタップしてみましょう。そうするとこういう風にライトを簡単に追加することができます。中心のピンク色を押してみるとライトを動かすことができて、その先につながっている緑の丸があるので、
そこでライトの向きを調整することができます。そして両方から少しライトを照らしてみようかなと思うので、もう一つ通過してみましょうか。同じように左上のバーから太陽マークをタップして、こちらのライトを追加をタップしてみましょう。はい、明るさはこれで完了でもいいんですが、今回は透け感をより強調できるようにもう少しだけ明るさを出していこうかなと思います。ライトと同じように左上のバーの中からこちらの太陽マークをタップしてください。そして環境の写真の下に露出という場所があると思います。これをタップして、こういうふうに左右に動かしてみると、映り込んでいる反射の明るさが変わるのが分かりますか？ここをすごく右に持っていくと、とっても光っているのが分かるかなと思います。ここまでは光らなくていいので、ちょっと程よくお好みな明るさになるように調整してみてください。もちろんさっきのライトのままでも大丈夫です。はい、私はこんな感じにしてみようと思います。はい、だいたいこんな感じに明るさも調整できたら、これで工程は全て終わりました。では最後に撮影をしていきたいと思います。この画角で撮影することができるので、お好きな位置に動かしてみてください。私は正面から撮ってみたいと思います。しっかりこういう風に真ん中に持ってくるのが撮影のポイントです。ではだいたい画角が決まったら、左上のバーの中のフォルダマークをタップしてみてください。そしてぐーっと下に持っていくと、レンダリングの中に最終サイズというものがあります。そしてデフォルトではスクリーンになっているんですが、こちらは iPad のサイズでそのまま画像を書き出せます。私は今回は Instagram みたいに四角いサイズで作っていこうかなと思うので、スクエアを選択します。そしたら PNG を書き出すをタップしてください。はい、こんな感じで画像を書き出すことができました。そして今のままだとまだ写真アプリには入っていません。保存するには右上の中にある出力ボタンをタップしてください。そこから画像を保存で保存することができます。保存できたら右上の完了を押すと前の画面に戻ることができます。そして iPad を閉じてしまう前にしっかり保存までやってみましょう。左上のバーの中のこちらも同じフォルダマークをタップして、今度は上にぐーっと持っていってください。そうするとプロジェクトの中に保存があるので、保存をタップしてみましょう。そしたらお好きな名前をつけて保存することができます。はい、こんな感じでプロジェクトの下に画像が出てくると、しっかり保存できたというサインになります。はい、これで今回の動画での制作は全て終了です。お疲れ様でした。もしこの動画が参考になった方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして分かりにくい部分だったり、あとこういうところ教えてほしいっていうリクエストがあれば、ぜひ気軽にコメントしてください。ありがとうございました。